新道公平、新道公平10月2日から1942年1月25日は、大正から昭和初期にかけて活動した日本の実業家、東方電力常務や九州鉄道社長などを務めた、山梨県出身。新道公平は1884年10月2日、山梨県北駒郡小渕沢村にて、新道落としさだの次男として生まれた。はじめ、 公平と名乗っていたが、1913年文家と共に公平に改めている。聖火の神道家は土地の名家で公平が生まれた当時はアメリカの商社の特約店として肥料商を営んでおり、裕福な家であった。兄の長重家は陸軍士官学校を卒業して陸軍軍人となったが、日露戦争中の1904年に南山の戦いで戦死した。 また、姉の氏は文家筋の新道東一郎に嫁いでおり、その長男に、高年水資源開発公団総裁などを歴任する新道部材門がいる。はじめ政治家を志し1906年に中央大学法律家を卒業したものの、政界入りが果たせず、同年10月東京の電力会社東京電灯に入社した。まず電気か、ついで倉庫課に配属され、 その働きぶりから上司、ナトリは作の信任を得たというが、同僚との圧力から1909年11月に退職した。退職後は一次両国協役で駅府として務めるが、翌1910年4月、ナトリの取りなしによって、福沢桃介が関係する愛知県の電力会社名古屋電灯に入社。社業の改善、拡大を目的に新設された調査課の課長に収まった。 1910年12月、名古屋から九州に赴任し、同じく福沢が関連する佐賀県の電力会社九州電系へ転属、同社長坂長に就任する。帳簿の整理や職制の制定に携わった後、翌1911年4月営業部長に転じ、1912年6月に九州電機と福岡県の電力会社博多電灯機道が合併して、 九州伝統鉄道が発足すると、同社探し者の営業課長兼倉庫課長となった。1913年11月には、本社管理課長に就任、同年に行われた、群商事業者の合併に伴う社務の改革に従事した。1917年、九州伝統鉄道長崎支店長となり、1919年4月本社に戻って営業課長に進んだ。 当時の九州伝統鉄道の幹部は、社長、伊丹屋太郎、常務取締役、松永安左門、田中徳次郎、支配人、桜木良造、副支配人、竹岡洋一といった顔ぶれであった。東方電力を主催した、松永安左門1921年12月、九州伝統鉄道の役員の内伊丹と、松永は、福沢桃介が経営していた関西電機の、 役員にも就任し、それぞれ社長、副社長となった。翌1922年5月、この関西電機と九州電灯鉄道の合併が成立。6月に関西電機が社名を変更したことで、資本金1億円超の王で、電力会社東方電力株式会社が発足した。新道は発足とともにこの東方電力に移っている。東方電力は、 発足間もない1922年6月、自社電源の増強を目的として日田川に、推理権を持つ王子製紙系の岐阜工業を参加に、収め、社名を、岐阜電力株式会社とした。岐阜電力の役員は、代表取締役のなる瀬正幸をはじめ、東方電力から派遣されたが、新道も、その一人であり常務取締役に就任する。同年11月、同社によって、 七層発電所の工事が始まり、東方電力の日田川開発が始まった。工事中の1924年3月から8月にかけて、岐阜電力常務として、老いの部材門を帯同して、アメリカ合衆国を視察した。目的は、当時東方電力が、東部電力、新潟電力など、各地の電力会社の株式を買収して参加に収めていたことから、 サブシディアリーカンパニーの投与方法を研究することにあった。台米中は、ロストンのストーンウェブスターに出入りしその経営方法と子会社の投与方法を調査した。最後に、各地の発電所や、ゼネラルエレクトリックや、ウェスティングハウスエレクトリックの工場などを回って帰国。ブザエモンによると新道が記した報告書は、調査を命じた松永に喜ばれたという。 東方電力は1923年の関東大震災を機に東京進出を目論み、その足がかりとして早川電力と群馬電力の2社を参加に収めていたが、ついで両社の合併を主導して1925年3月に東京電力株式会社を設立した。設立とともに、新道は岐阜電力から転じて東京電力上務取締役に就任する。 設立時、同社の重役は、社長、田島達作、副社長、松永安左衛門、専務、宮口武夫、常務振動公平、結城安次という陣容であったが、経営の実験は松永を、はじめ東方電力系重役にあり、とりわけ振動は、営業部長として、第一線に立つことになった。東京電力は設立直後から、積極経営でその陣容を整え、 1927年1月を起死して東京電灯の画像である東京市内及びその郊外に広がる工業地帯への電力供給を開始、同社との間で大口需要化を争奪する激しい電力線を展開した。東京電力対東京電灯の電力線はその行く末を危惧した金融機関関係者の調停によって抽選となり1928年4月。 東京電力は東京電灯に合併された。合併に際して東方電力は新道を東京電灯に引き継ぐよう要求したが実現していない。なお、井の部左衛門は東方電力から東京電力に出向していたが新道の言明により東京電灯に移り後に同社取締役営業部次長まで昇進している。一方新動本人は 1928年5月、東方電力の関西駐在常務取締役に就任した。東方電力の事業地域は、名古屋を中心とする中京地方と九州地方の二つに分かれており、関西駐在の役員として名古屋に常駐することとなった。九州鉄道の電車1933年6月、震道は、 福岡県の鉄道会社九州鉄道株式会社の社長に就任した。ただし1936年までは東方電力常務との兼任である。九州鉄道というのは福岡市外へ鉄道を建設すべく、伊丹や太郎や松永安左衛門ら旧九州伝統鉄道関係者が1915年に設立していた鉄道会社である。1922年の増資に際して、 東方電力が主要株主となっていた。1924年、現在の西鉄天神大牟田線の一部にあたる、福岡から久留米までの区間を開通させ、九州鉄道は開業する。開業後、1920年代を通じて、旅客数は増加を続け、会社では年率6%の配当を実施していたが、1930年より、 営業成績が悪化し始め、翌年には無敗に転落した。無敗を継続する最中の1933年6月、前任者、海藤金目作りに代わって、振動は、この九州鉄道の社長となった。経営再建に振動が呼び出されたのは、松永によると、東方電力の社員中で、最も戦闘力があるためという。九州鉄道は、 早くから久留米からさらに南下して福岡県南部の大牟田市へと路線を延伸する構想を持っており1927年には大牟田までの鉄道敷設免許を保有していた大川鉄道を参加に収めていた大牟田方面への延伸を実現するため久留米から大川鉄道に接続する津福までの区間を1932年に開業させたが九州鉄道 大川鉄道ともに経営不振でこれより先への延伸は停滞した。その上、新道の社長就任後の1933年10月、前社長の海藤金美作りと前支配人が、商法違反などの容疑で逮捕されるという事件が発生する。この事態を受けて、九州鉄道は人員整理を含む社内整理を断行し、大牟田延伸も一旦凍結するに至った。 1936年、経営再建の一環として、大牟田延伸計画が復活。翌年九州鉄道は、大川鉄道を合併するが、この際に4割減資の上で建設費に充てるため、株式の払い込み金を追加徴収するという株主に負担を強いる処理を断行し、大牟田延伸に着手した。1937年10月、まず、柳川までの区間が完成。 その後も順次南下して1938年10月に大牟田市内の栄町まで到達、翌年大牟田駅のリーれを果たした。この延伸に際して、大牟田駅までの用地買収が難航したが、新道が話をつけて解決したという。重化学工業の拠点となっていた大牟田へと延伸した影響は大きく、延伸による利用客の急増で経営は好転し、 1940年下期には、副廃を達成している。九州鉄道が、大無田延伸を果たした前後、電力業界では、国策会社日本発送電の設立を中心とする、電力の国家管理が進行していた。1940年代に入り、電力国家管理政策が、既存事業者の解体を意味する配電統制にまで及ぶと、東方電力は、 会社の存続を不可能と判断、参加にあった九州鉄道と福岡市内の路面電車事業を担当する福博電車の2社の株式処分を決断した。株式の売却先は当時福岡県内の交通事業の統合を目指していた北九州の鉄道会社九州電気軌道で1940年12月、株式が譲渡されて九州鉄道、 福白電車の筆頭株主は九州電気軌道に変わった。だがこういった手続きは東方電力会長の松永安左衛門と社長の竹岡洋一、九州電気軌道社長の村上匠二の三社によって進められたもので九州鉄道社長である新道は意思決定の拉致外に置かれていた。このことから九州電気軌道と新道の間には圧力を生じたという。 それから一年余りが経った1942年1月25日、新道は福岡市新会長の自宅で療養中のところ遺願のため死去した、万57歳没、九州鉄道社長在任中であった。公認社長に村上匠二がついたことで、九州電気軌道による事業統合計画は一挙に前進し、同年9月、九州電気軌道、九州鉄道、 福白電車、博多湾鉄道汽船、筑前三宮鉄道の5社合併によって、西日本鉄道株式会社が発足した。ありがとうございます。